さて、今年もこの季節がやってきました。仙台市内の青果店で県産いちごの販売が始まりました。宮城野区の板垣本店には、今朝仙台市中央卸売市場で仕入れた山本町で生産されたいちご40パックが店頭に並びました。入荷したいちごは甘みが強く大粒が特徴のとちおとめと、小ぶりながらも形が良いことからケーキなどによく使われるニコニコベリーの2種類です。今年は先月曇りの日が多く生育が遅れたことから、去年に比べて10日ほど遅い初入荷となりましたが、品質は良く大きさも例年並みということです。やはり一番は生食で食べていただくのが一番いいと思いますし、ケーキやあとスイーツ関係の方にもいちごは多く使われますので、仙台いちごを乗っているものを買っていただけたらなと思います。いちごの入荷は来月中旬から本格化し、甘みと酸味のバランスが良いとされる品種もう一個の入荷も始まり、6月まで続く予定です。東北一の産地である亘理町山本町では、今年は去年の2100トン以上の出荷を目指しているということです。